アレクサンダー・ウィルソンアレクサンダー・ウィルソンは、スコットランド生まれのアメリカ合衆国の鳥類学者、博物画家、作家である。スコットランドでは、社会風刺の詩を作り、アメリカでは、鳥類図鑑アメリカン・オーナーサラジーを観光した。スコットランドのペーズリーの織物業者の家に生まれた。10歳で母親を亡くし、父親が再婚すると、牧師の学校を辞め、 1779年に義理の兄弟の下で織物技術を学んだ。3年間の修行の後、織物職人などで働きながら、スコットランドの国民的詩人、ロバート・バーンズの影響を受けて詩を書くようになり、作品はグラスゴーアドバタイザーのような新聞に掲載されるようになった。作品は社会性を帯びるようになり、上流階級を風刺するものになった。 1790年に作品集を出版するが大きな成功は得られなかった。詩人として成功するための努力を続け、1792年の詩集アティアンドメグ・オア・ザ・テーミング・オブ・エイジュルーは広く知られた唯一の詩集となった。1783年に名誉毀損の裁判を起こされ、罰金を払えなかったので短期間入国し、 著作を焼却しなければならない事件が起きた。女性問題の失敗もあって、ウィルソンはアメリカへの移住を決意した。1794年に、老いのウィリアム・ダンカンとアメリカのフィラデルフィアに渡った。日雇いや行商人、印刷工織物工として働き、1796年に、ペンシルベニアのマイルストーンで学校の教師となった。 既婚婦人と恋愛問題を起こして1801年にその地を離れた。その後もニュージャージーやペンシルベニアで教師をしながら暮らした。父親から植物園を受け継いだ、博物学者のウィリアム・バートラムと知り合い、博物学家としての道を歩み始めることになった。はじめ、動物や樹木の絵を描くようになり、成功した実業家で、鳥類学者のジョージ・オードとも知り合った。 1803年までにアメリカ各地の自然の観察のために旅するようになりアメリカの鳥類の図鑑を作る計画を立てた。1806年にスコットランドの知り合いの同伴技術者を雇おうとするが資金不足で実現しなかった。その年の夏からイギリスのエイブラハム・リースの百科事典のアメリカ版の出版社のブラッドフォードに雇われ、 百科事典の図版制作の仕事をするとともに、ブラッドフォードに自らの鳥類図鑑の出版の交渉に成功した。1807年からアメリカンオーナーサラジーの仕事に取り組み、ペンシルバニアを調査旅行し、フィラデルフィアで図版を作った。1808年の9月にアメリカンオーナーサラジーに第一巻が出版された。 34点の手彩色の図版がついた158ページの書籍として200部が印刷された。図版だけでなく文章もウィルソンが書き、手彩色も自ら行った。当時、ヨーロッパに比べて遅れているとされていた、博物学の出版の分野を発展させようという意図から、用紙などの資材もアメリカ製のものが用いられた。旧館全部の購入価格は120ドルで、 これは、教師時代のウィルソンの年収を超えるものであったが、自ら購入者を探す旅を行い250人の購入者を集めた。その後の巻の出版と購入者の獲得のために、働き、1813年までに7巻まで出版されたが、健康を害し、フィラデルフィアで病没した。アメリカンオーナサラジーの出版は、ジョージオードが引き継ぎ、最後の巻には、 ウィルソンの簡単な電気が付けられた。1828年から、ジョン・ジェームズ・オー・デューボンのアメリカの鳥類が出版されたことによって、相対的に書籍の評価は下がることになった。ウミツバメ科の鳥類の種の英名、ウィルソン、エス・ストーム・ペトロルや、チドリ科の鳥類の種、シャー・アドリアス・ウィルソーニアや、アメリカムシクイ科の鳥類の種、ウィルソン・アメリカムシクイなどに、 ウィルソンの名前が付けられている。ありがとうございます。